落とさない？みんな歩き疲れてるみたいだから。ほら、気づかなかったわ。それじゃのんびり行きましょう。ありがとうカノンさん。心に言おうかと思ったけど疲れてちょっと気力が。トンネルを抜けた後洞窟の中迷っちゃったもんね。仕方ないよ。お、お水飲む？お菓子も少しだけ持ってきてるよ。なんかすみません、カノンさんを助けるとか言ったのに逆に助けられてばっかですね。そんなこと気にしなくていいよ。大変な時は助け合わないと。というかカノンさんは疲れてないんですか？洞窟に入ってからずっと怖い思いしてるし気持ち的にもヘトヘトだと思ったんですけど。うん、私はよく迷子になって歩き回ってるから慣れてるかも。それに怖いは怖いけど、でもこのぐらい怖いこといつもあるから。いやいや、洞窟探検レベルのやつ日常生活にあります。迷子になるのも怖いし大きい犬に吠えられるのも同じくらい怖いよ。カノンさんの怖さの感覚って一体。あ、そういえば前に心が言ってたっけ、カノンさんはいつもビクビクしてるから怖いことに慣れてるって。だからいざという時平気だったりするって。そっか、だからか。どうかした？ああ、いえ、洞窟に入って何か起こるたびみんな戸惑ってうまく動けてないけど、カノンさんは怖がりながらも冷静に動けてるなって思って。そんなことないよ。心ちゃんの方がいつも通り動けてるし。心はいつも通りなだけで別に助けてくれないですけどね。でもやっぱり心って人のことよく見てるんだな。あ、行き止まりだよ。行けそうな道は迷った時に全部通ったから、おそらくここがこの洞窟の終点だね。でも宝物も何もないわ。この地図は宝の地図じゃなかったってことじゃない？それかもう宝物は誰かが見つけて持ってかれちゃったとか。へえ、そんな。それはハムレットを思わせる悲劇だね。でも冒険は十分満喫できたんだ。それだけでも価値のある宝探しだったよ。冒険するのは面白かったけど、でも宝物がないのは残念だよ。本当にここが終点なのかしら。どういうこと？私まだ先があると思うの。地図に書いてあった地の底に続く坂ってまだ見てないわ。あー、なんかそういうのもあったね。あったけど気づかないで通り過ぎちゃったんじゃない？そうかもしれないけど、もう少しここを調べてみたいわ。え、まだやるの？もう帰ろうよ。そんな壁調べても何も出てこないって。ほら、もう行こう。あら、心？心がいないよ。え、でもさっきまでここにいたよね。いましたけど、一瞬の出来事で何が何だか。どこにいるんだい心？いたずらをやめて出ておいで。うーん、返事がないよ。どうしよう、心ちゃんが消えちゃった。まさか海賊の仕掛けた罠にかかってどこかにさらわれてしまったんじゃ。スマホで、あ、ここ全然電波ないじゃん。じゃあ急いで別荘に戻ろう。ダッシュで戻って黒服の人たち呼んでこなくちゃ。ダメだよ。カノンさん、何かあったなら早く助けてあげないと。戻ってる時間なんてないよ。確かココロちゃん壁を触ってたよね。待つんだカノン、罠があるから触ると危険だ。怖いけど、でも心ちゃんを助けなくちゃ。
これは落とし穴。美咲あぐみ、急いで壁を調べるんだ。わかった。